マック・ミラーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー。身長170センチメートル。2007年15歳の時にキャリアをスタートさせ、2010年にインディーレイーベルロストラムレコーズと契約を結ぶ。ミックステープ KIDS とベストデイエバーでブレイクし、デビューアルバムブルースライドパークは、 1995年以来となる、インディーレーベルからのデビューアルバム全米1位を獲得した。2作目のスタジオアルバム、Watching Movies with the Sound of メジャーレーベルのワーナーブラザースレコードに移籍。3作目のアルバム、Go, ODAM、4作目、The Divine Feminine、5作目、Swimming をリリース。2018年9月7日、 自宅での薬物過剰摂取により26歳の若さで亡くなる。彼の死後5作目、スイミングは第61回グラミー賞の最優秀ラップアルバム賞にノミネートされた。2020年には6作目のアルバム、サークルズが発表された。ガバナーズ・ボールに出演するマック・ミラー1992年1月19日、マック・ミラーことマルコム・マック・コーミックは、 ペンシルベニア州ピッツバーグに生まれる15歳の時からミックステープを作りリリースしてきたサウンド的には当時のメインストリームミュージックよりではなく特に1990年代のスタイルからの影響が色濃く見られた2010年リリースのミックステープ KIDS がシーンで大きく注目され直後に大手ヒップホップ雑誌 XXL の新人コーナーでの特集記事に掲載された。2011年11月8日、インディーズレーベルのロストラムレコードからアルバムブルースライドパークでデビューを飾り、これが全米ビルボード200にて初登場1位を記録する大ヒットを記録した。2012年2月にファレル・ウィリアムスとの共作で EP ピンク・スライムを制作しているとの発表があり、 8月までに少なくとも10曲は完成していたというが、このプロジェクトは数年の制作にもかかわらずリリースされなかった。2013年3月、フィーチャリングとして参加したアリアナ・グランデのザ・ウェイが全米ビルボードホット100にて9位を記録するヒットとなり、この曲でヒップホップを聴かない人たちにもマック・ミラーの知名度が広がることになった。 2013年6月18日に2作目のアルバム Watching Movies With The Sound o f をリリース。全米ビルボード200発登場3位を記録。2015年9月18日、3作目のアルバム GO!ODAM をリリース。全米初登場4位を記録する。2016年9月16日、4作目のアルバム The Divine Feminine をリリース。 全米初登場2位を記録した。2018年8月3日、5作目のアルバム、スイミングをリリース。全米初登場3位を記録する。9月7日、自宅での薬物過剰摂取により26歳の若さで亡くなる。2019年、アルバム、スイミング。2020年1月17日、6作目のアルバム、サークルズがリリースされ。 全米初登場サインを記録した。スプラッシュに出演するマック・ミラーキャリア初期にはパーティーに参加したり、マリーァナを吸ったり、名声や金、女性を欲しがったりする歌詞で、フラットラップとして広く評価された。2作目のアルバム、ウォッチングムービーズ・ウィズ・ザ・サウンド・オフ以降はより、表現力豊かで実験的なアプローチを採用している。マック・ミラーは、ビッグ・エール、ローリン・ヒル、ビースティ・ボーイズ、 アウトキャスト、ア、トライブコールドクエストなどを影響を受けたアーティストとして挙げている。地元ピッツバーグのラッパー仲間であるウィズカリファとは親密な関係を築いており、これまでの音楽活動では兄貴分的存在だった。俺たちの関係は音楽を超えたものだ。と述べている。また、エミネムにも影響を受けており、15歳か16歳の頃までは、 エミネムの天才性を理解していなかったんだと述べている。ライブでのマック・ミラー・マック・ミラーは、中学時代に知り合ったライターのノミ・レジャーと2016年までの7年間、付き合ったり別れたりを繰り返していた。ミックステープ、マッキ・デリックに収録されている曲の多くは二人の関係についてのものであった。2016年8月から2018年5月までは、歌手のアリアナ・グランデと交際していた。 マック・ミラーは薬物乱用やうつ病との戦いについて率直に語った。2012年のツアー中にストレスを軽減するためプロメタジンを服用し始め、後にリイン中毒になったとインタビューで述べている。2014年、ミラーは毎日のように薬物を服用しており、ミックステープフェイセズの最後の曲グランドフィナーレは 最後に作った曲になるはずだったと感じていたという。2018年9月7日、マックミラーはスタジオシティの自宅で個人秘書により反応がない状態で発見される。救急隊員が到着するまで心肺蘇生を行ったが、午前11時51分に現場で死亡を宣告された。その日はビデオ撮影を予定しており、10月にはツアーに乗り出す予定であった。 マック・ミラーは遺言で母親、父親、兄弟を相続人に指名した。彼は故郷ピッツバーグのホームウッド墓地にユダヤ人層で埋葬された。2018年11月5日、ロサンゼルス軍検視官事務所は死因をフェンタニル、コカイン、アルコールの混合薬物毒性による偶然の薬物過剰摂取によるものと断定した。2018年9月11日、 数千人のファンがデビューアルバムのタイトルの由来となったピッツバーグのブルースライドパークで慰霊祭を開催した。2018年10月31日、ロサンゼルスでトリビュートコンサート A Celebration of Life が開催された。集まった収益は青少年の芸術やコミュニティ構築プログラムを支援することを目的としたマックミラーサークルズファンドに寄付された。 この事前団体は2019年1月までに70万ドル以上を集めた。ありがとうございます。